皆さんこんばんは、荒木優子です。7月4日スタートの新日曜ドラマは僕の殺意が恋をしたをお届けします。このドラマは殺そうとするけど思わず守ってしまう最高に間の悪い殺し屋と暗殺ターゲットによる恋と殺意が入り混じるスリリングラブコメディです。私は中川大志さん演じる殺し屋から命を狙われる秘密を抱えるターゲット鳴宮美月を演じます。鳴宮美月はすごくこう冷静でクールで、どちらかというと可愛らしいよりもサバサバしたクールな女性像のイメージですね。結構ポスターだったりとか、なんかそういったところは殺し屋が出てくるっていうドラマなので、なんかちょっと怖いのかなって思われちゃうかもしれないんですけど、どちらかというと本当にラブコメメイン の、 みんなが日曜日の夜に明日も頑張ろうって思えるような、なんかちょっと笑える休息できるようなでも本格的なミステリーもこう混じってるっていう、メリハリのあるギャップのある楽しめるドラマにしたいなって思ってます。日テレ系新日曜ドラマ僕の殺意が恋をしたは7月4日放送スタートです。今後発表される豪華キャストの皆さんにもぜひご注目ください。